コアプロです、マサです。しばらくちょっと動画投稿してなくて、皆さんお久しぶりでございまして 皆さんにご心配をおかけして申し訳なかったんですけれども、今日は7月の21日ということで、平年ですと、この時期からお子様方はだいたい夏休み取られるというところが多いです。私が学生だった頃、小学校、中学校、高校と行ってた頃は だいたい7月20日に午前中半分で終業式をやった後、だいたい8月の31日までおよそ1ヶ月半は夏休みということで、お家での生活がなかったわけですね。しかし、ご承知の通り、今年は 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、4月からの新学期の期間でも休校とか、あるいはリモート学校、リモート授業というのが非常に多かったということもあって、大抵の地域の夏休みっていうのが8月のお盆休み前後、本来は東京オリンピックが閉幕しようかという段階の8月の8日か9日ぐらいから、お盆休みぐらいまでの約2週間程度に今年は縮小されると。で、東京ではもう早速来年の3学期も1月の4日から始まるというような情報もあるそうなんですね。その中で、日本の政府はこの上半期のコロナ禍の影響で、もう観光産業が非常に低迷気味の状況が続いてたわけなんです。そのことを鑑みて、昨年のラグビーワールドカップの時にも、日本は大変なこの外国からのインバウンド、すなわち外国観光客が非常に多かったということで、ちょっとね、韓国との 交流がちょっと日韓関係のこじれでね、ちょっとどうしても来日する観光客が少なかったっていうのは原点材料だったんですが、その除けば全世界的に日本へ訪れる観光客が多くて、本来行われていれば東京オリンピックへ向けてもっと観光客がわって来て盛り上がってたところだったのを、コロナによって潰されてしまったということで、聞いたところでは前年比25%、すなわち75%もお客さんが減ったと、外国客のお客さんが減ったというような情報もあるんだそうです。で、そこで日本の政府は GoTo キャンペーンということで、日本各地を旅行してですね、それで施設を利用したり、食事をしたり、あるいは今後商店街でのイベントにも参加するなどして、クーポンをプレゼントしたりとか、割引特典を分けられるようにするという試みを、日付的には明日になるんですけど、22日に行われる GoTo トラベルキャンペーンを皮切りにスタートさせるという予定になってたんですね。一応予定としては GoTo トラベルキャンペーン、その後イベントキャンペーン、イートキャンペーンと3つの柱でしたっけね、予定してたらしいんですね。イートキャンペーンに関しては、今その募集を委託する業者を選定がちょっとこじれてるという状況なので、これだけは白紙の状態なんですが、トラベルキャンペーンはひとまず、22日から行って、でイベントキャンペーンなどに関しては8月中に行いたいという意向が示されてるんです。しかし、この GoTo キャンペーンに関しては、ご承知の通り、東京が 先月発令した東京アラートと呼ばれる、いわゆるセカンドクラスター、二次感染 第2波と言いますね、の広がりがひどいという状況の中で、今更この GoTo キャンペーンをやるのはいかがなものか、 GoTo キャンペーン自体そのものをやめるべきだ、延期するべきだという意見も多数あるんだそうです。で、そのため、政府はですね、ひとまず東京都から発着するものに関しての GoTo キャンペーンはひとまず対象から除外しましょうということになったんですけども、これに他の地方自治体からもすごいこの反発が出てるというような状況であって、この GoTo キャンペーンそのものを見直すべきじゃないか、やめるべきじゃないかという声が相次いでるんですね。確かにちょうどこの7月の、今日は22日ですけど、21日ですけども、24日になってたら、いよいよ64年ぶりに東京オリンピックが始まるはずだったんです。もしコロナっていうのがなかったら、
もう東京オリンピックを見ようということでたくさんの観光客がこの日本に訪れて、多分この私が住んでる徳原にもかなりの外国客が来てたかもしれません。まあ大阪はねちょっと直接の会場ではないんですけども、多分そのパブリックビューイングとかを見に行く人がいてたかもしれませんけれどもね。しかしまあコロナで全部それがストップしてしまいまして、東京オリンピックの開幕はひとまず、来年2021年の7月23日に持ち越されてます。ただ現状でもその先ほど言いましたが、東京それから北九州でもセカンドパンデミックというんですか、セカンドクラスターが発生してますから、こういう状況の中でさて1年後に予定通り開催できるのかどうか、また世界的に目を向けてもアメリカやブラジルといった国土面積の広い国では新規の感染者数は万単位なんですよね。で死者も10万人単位というふうに言われてるそうでして、まあそういう状況の中でさ GoTo キャンペーンを今すぐやろうっていうのはちょっと私的にも時期尚早なところがあったんじゃないかなと思うんですね。まあこの前ヨーロッパのある研究機関がこの話してたんですけども、今回のコロナウイルスというのは、だいたいこのコロナウイルスとかインフルエンザというのはだいたい冬に流行するっていうイメージが強いと思うでしょう。まあインフルエンザはね冬場のウイルスですから、だいたい夏にかかるってことは少ないんですけど、コロナの場合は夏だから気温が高くなるからといって死滅するとは限らない。だからこうまあ今北半球はもう非常に暑い季節ですよね、夏場ですわ。で逆に南半球、オーストリアとかアフリカとか、まあ、そういったところは逆に冬の時期に当たるんで、ちょうどこの冬の時期に当たる南半球での感染が広がらないかっていう不安、それがまあ原因となって、まあ、日本など北半球の国にまあ出張であるいは旅行で出かける方がその南半球から北半球に行った時にこのコロナにかかるって可能性も否定はできないわけなんです。ですから必ずしもこの夏だからといってコロナが死滅するとは限らない、感染が収まるとは限らない、油断はできないというようなことをおっしゃってたので、まさにその通りになったんですね。で、現に東京でもね、そのセカンドクラスターが広がってるという状況ですから、そういう時に東京だけ除外しただけで、果たして GoTo キャンペーンを予定通り行うっていうのは、さあどうでしょうね、と思うんですよ、私は。GoTo キャンペーン自体を反対したり否定したりはしません。私も一応これこのコロナの影響で我が国の観光業がドドッと減ってしまったっていうのは観光産業にとっても、それからあの伝統産業とかね、まあ、地域の自治体にとっても大きな打撃にもなってますし、とりわけあの飲食店とかはあのアルコールの提供が制限されましたでしょ、今年の春にあの緊急事態宣言が出た時に飲食店の営業は原則夜8時まで、そしてアルコールは7時までっていうルールでやってましたね。でその後まあ段階的にあの規制が緩和されて夜10アルコールは10時までとか、あるいはまあ営業、今はまあ夜12時まで営業できるようになってるという状況なんですけど、このような状況を鑑みるとまたちょっとこう段階を引き下げなければいけない、すなわちあのアラートの段階、アラートっていうか4段階の中で第1番目にあたる、まあ、アルコール夜10時までの提供っていうんですかね、夜10時までの営業に短縮するとか、あるいはまあもう休養宣言ですか、休養要請宣言っていうんですか、それをしなければいけない、まあ、アルコール自体も夜8時までとか、場合によってはもうアルコールそのものの提供を取りやめなければいけないという可能性というのも出てくると思うんですよ。で観光施設だってまあね、北九州でも5月に一度緊急事態宣言解除された後、市の公共施設とか博物館とかは一度条件付きで開放したものの、まあ、いわゆるこのセカンドクラスターが広がっていったという理由で2、3日ほどしてもう公共の施設あるいは学校も全て休みにしてしまったっていう、今どうなってるかちょっと私もちょっとそこまで情報把握してないんですけど、まあ、こういうセカンドクラスターの狂気っていうんですか、それが広がってる状況の中で GoTo キャンペーンをやるのはちょっと時期的に早かった、時期尚早だったと私は思うんですね。まあ
今年も日本は夏が猛暑だっていうふうに言われてるし、で今日あのラジオの番組、今日っていうか昨日ですね、ABC ラジオの番組で、あの伊藤志龍アナウンサーのオンサイトレイディオという番組があったんですよ。その番組でゲストに気象予報士の吉田さんという方がいらっしゃったんですが、あの今年の夏は、まあ、梅雨の期間が長かった分、9月10月まで残暑が厳しくなるんじゃない、夏がちょっと遅れてやってきてる状況だというような言い方してます。ですからこれまでに経験したことのない猛暑、まあそうですね、まあ埼玉で40度以上を超えたことがあったんですけど、これがもっとパーって早上がったりするんじゃないかっていうことも考えられない、まありますし、でまあここ最近は未曽有の台風、経験したことのないような台風っていうのがあって非常に多いわけですね。昨年も9月から10月にかけて東日本、関東甲信越などを中心に、15号の房総半島台風、それから19号は東日本台風ということで、せっかくこの東日本大震災から復旧復興したばかり の、 あの三陸鉄道までも台風の餌食にあったということで、非常にこれ問題になりました。それに追い打ちをかけるかのようにコロナですから、本来ならもうある程度復旧して東京オリンピックやってくる観光客、あるいは選手団を温かくお出迎えする時に、このコロナで全部停滞してしまった、復旧作業も全部ストップしてしまった、ボランティア活動も地元市民だけに制限する、そして、まあ、一定の体温、検温の状態を測った上でやるというような、いろんな厳しい条件付きで、制限付きで、あのボランティア活動をやらざるを得ないなという、まあ、状況に追い込まれてしまったということで、まあこれで本当にね、なんて言うんでしょうか、社会全体が停滞、ストップしてしまったっていうことになったのが、まあ、大きな原因だったこの上半期だったんですけど、その上半期のこの低迷をですね、巻き返そうということで始まろうとしてるのがこの GoTo キャンペーンだったわけなんですが、ちょっとこの時期、まあ、まだセカンドクラスターがもしかしたら大阪とか全国的に広がるかもしれない状況の中で、さあやっGoTo キャンペーンやりましょう、 GoTo トラベルキャンペーンやりましょうっていうのはちょっと控えた方が良かったんじゃないかなと私は思うんですね。でまあちょっとまあ今の状況から見れば半年、もう半年ぐらい、今年いっぱいぐらいはまあちょっとコロナの収束の目処も立ちにくいと思うんですよ。で冬場はさらにインフルエンザとの戦いもありますから、それでどれぐらいの被害者が出るか、感染者が出るかっていうことも把握しなければいけないので、その辺もちょっと見極めないといけないんですが、まあおそらく来年の春にはちょっと収まってるんじゃないかなと思うんですよ。で、聖火リレーがスタートしようとしたところで、東京オリンピックは来年7月までに延期すると、来年まで延期するということが発表されていまして、多分来年の3月に改めて聖火リレーがスタート、福島からスタートするという予定が決まってると思います。そのタイミングで GoTo キャンペーンを、まあ、ちょっと練り直してやった方がいいんじゃないかなと。ちょうど聖火リレーというのはもう、福島をスタートして日本列島を一周して行うわけです。北は北海道から南は沖縄ね。そして、来年7月23日に東京の新国立競技場に聖火が灯される予定になって、まあ、もしかしたらこれあの今後のコロナの被害状況によってはまたもうあと1年延期するとか、さらにはまた4年後2024年の本来パリで予定されていたオリンピックまで持ち越すか、あるいはもう今回の2020年東京そのものは欠番、まあ一応開催されたことの扱いにはするというのが夏の大会。夏の大会は一応大会の回数としてはカウントされますので、みなし開催とした上で、実質的には1940年、満州事変とか太平洋戦争の影響で中止になった時と同じように、実際はもう幻のオリンピックという形で記録されて、まあ、もうちょっと先延ばし、2032年、まあ、今のところ24年がパリ、28年ロサンゼルスは決まっているので、さらに、12年後の2032年まで持ち越したらいいんじゃないかと、そのいろんな意見もあると思うんですよ。まあ私としても生で見る夏のオリンピック、国内で行われる生で見る夏のオリンピックというのは初めての経験、まあ冬のオリンピックはね1998年に長野で見てますけど、やはり東京で世界の一流アスリートたちの祭りをね見たいですよね。まあ今年はもう我慢せなしゃあないんですけど、やっぱり1年後見せた時にまず今年のこの我慢の夏を乗り越えなくてはいけない。もうすでに各地でイベント、花火大会は夏は中止しましょうという動きも出てます。
もあの、あるいはもう今年度、来年の3月までの開催自体も取りやめますと。来年、その分、まあ、東京オリンピックも絡むんですので、まあ、日程調整も必要なんですけど、その分、2年分爆発させたいというような動きもありますがね、多分来年には、春には多分コロナはある程度収まってると思います。まあ、一応これ保証できませんけど、私としてはそう信じてたいと思うんですね。そして、そのタイミングで、まあ、一定のもちろんこのソーシャルディスタンスも整えつつですね、観光客の皆さんをお出迎えしまして、お出迎えしましてですね、ちょうどこの聖火リレーのタイミングに合わせる感じで GoTo キャンペーン、いろんなこうキャンペーンありますね。トラベルキャンペーンとか、イートキャンペーンとか、商店街イベントキャンペーンとかいろいろやってると思うんですけど、その企画をこう順次やって、来年の春以降順次やっていったら、それなりの相乗効果が出ると思うんです。今の時期のこんなセカンドクラスターが発生しているようなこの時期で、まあその GoTo キャンペーンをやるというのは、ちょっと常識的にもおかしいんじゃないか、ちょっと時期的にも早すぎると私は思うんですね。ですから、まあ今年のお盆休みもある程度はこうおうち時間、まあ、ステイホーム時間っていうのが多分重視されると思いますので、とりあえず今年の夏はバーチャルで、できるところからちょっとアピールする。私も実はインスタグラムとかブログ、それからフェイスブック、ツイッターなどでですね、さまざまなミスコンテストの受賞者の方とやり取りしてるんですね。ミス日本から、ミスインターナショナルから、あるいは各地のご当地ミス、それから日本酒のミスコンテストがありますね。それから主婦の皆さんも参加されるミスコン、ビューティージャパンの皆さんもいらっしゃいますけども、まあ、だミスコンテストの受賞者の方ともよくやり取りしてるんですけども、今こういうコロナの時期に直接旅行に出かけられないという状況の中を鑑みると、やはり、まあ、インターネットっていうのがね、一つのこう普及も追い風になってるという状況なんで、おうち時間を退屈なく過ごせるようにするために、なんかこう動画とか、あるいは Google Earth などを使って、バーチャルリアリティの世界で、仮想現実空間の世界ですね、その中でこうある程度の体感をしたり、あるいは、まあ、物品を買うんやったら、まあ、通販、ウーバーイーツもありますね、ヤフオクとかメルカリとか、いろんなショッピングもありますよね。それから各百貨店とかスーパーのね、ネットスーパーとかネットショップとかあるわけですが、それも有効に活用して、その仮想空間の世界で、その今は日本の観光を楽しんで、おうち時間というのを重視した方がいいんじゃないかな。まあ、今年の年末もちょっとね、おうち時間、帰省はちょっと控えた方がいいかもしれませんね。だけど、そうしたらね、ある程度そのコロナも段階的に収まっていくでしょうし、まあ、来年の春に、もちろんこのソーシャルディスタンスも徹底した上で、東京オリンピックが7月23日に予定通り行われることを前提とした段階で、聖火リレーの用意ドンと合わせて、GoTo キャンペーンもその段階からスタートさせて、リンクさせた方が、やっぱり、期待も高まるし、もちろん観光客の需要、観光客も日本にこう、昨年は行かれなくて申し訳なかったけど、今年っていうのは2021年ね。2021年はもう日本復興のために、震災復興、新しい世代の復興のために何かできるのか、お手伝いしていきたいという思いを強くできると思うんですよ。だから、とりあえず、まあ、この夏は GoTo キャンペーンも我慢して、とりあえず、聖火リレーが始まる来年の春までには、ちょっとこうおうち時間というのを意識して、そしてまあ来年の春ね、東京オリンピックが行われる時に、聖火リレーが行われる時に、みんなでね、旅に出かけてもいいじゃないですかね。その施策を取らないと、やっぱり政府としてもそっぽを向かるというふうな、そっぽを向かると思うんですよね。まあ、私が取ってる新聞、大阪日新聞の昨日付の朝刊の社会面では、まあ、1年後に東京オリンピックを行うべきかどうかっていうアンケートを見たら、まあ、行うべきだという声は24%で、約半数近くは、開催自体を取りやめるべきだ、ないしは、もうあと1年以上の再延期をすべきだという意見もあるんですね。でも、まあ、今後、コロナのワクチンも続々とできると思うんですよ。早ければ秋ぐらいから臨床実験が始まるっていうふうな言われ方もしますが、
コロナのこのワクチンがある程度改善されたところで、まあ来年の春にはもう絶対ワクチンもできてると思うんですよ、春までには。そのタイミングで改めて GoTo トラベルとか、まあいろいろこう練り直しながらですね、 GoTo キャンペーンを企画し直して、それで市民の皆さん、そして学校から訪れる皆さんが行った後になって盛り上げていく、そういう姿勢があってもいいんじゃないかなと私も思います。ですからまあとりあえず今はステイホーム、まあ、ちょっと九州とかいらっしゃる豪雨被害、九州中部豪雨で被災した地区方は、まあ、ステイホームどころじゃない、もう今避難所で避難指示受けてる状況やっていうところがありますから、もうステイ避難所になってしまいますけど、まあ、それでも結構です。ステイホーム、ステイ避難所、まずは意識しましょう。そしてとりあえずこの夏、この冬は我慢しましょう。どうでは我慢して、とりあえず、ね、油断はしないで来年の春まで思い切り待った方がいいね。その方が GoTo キャンペーンとしてのメリットは高くなるんじゃないかなと思いますが、皆さんはいかがお考